お、え、なんか今日どうしたんですか。今あの横でビア缶チキンが、はい、あ、やってんねんけど、焼かれてますね。待ってる時間もったいないっていうことで、はい、今コンロ、スノーピークのコンロと外のコンロ、はい、あ、並んでますね。2つ用意してんけど、はい、これで水入れて、はい、どっちの方がこう沸騰するのが早いかっていう検証しようかな。お、めちゃくちゃ面白そうですね、うん、でもなんか大きさ的にスノーピークの方がめちゃくちゃ早そうですけどね。でもこっちはもう一点集中型で結構こうワーってなるから、外は火力は強いんですね、うん、まあ両方マックスでいってちょっとやってみようか、はい、あ、わかりました、うん、飲む飲める水ですかそれ。飲める水、あ、飲める水なんですね。これに並々に入れるわ。あ、わかりました。あ、そしたら結構多そうですね、量も。うん、1杯でいいな。あ、1杯で十分ですか。あ、じゃあ1杯でいきましょう。マッスーの買ってきた鍋がちっちゃかった。あ、そういうことです。でもなんか鍋もなんかキャンプっぽい感じしますね。どこすかあるというか鍋、はい、うん、2つとも結構入りましたね。今日はちなみに、まあ、気温は25度ぐらい。あー、うまいです。結構適温ですね、うん、ちょっとジメジメしてますけど。じゃあ両方ちょっとまず火つけるわ。はい、あ、まず外から。あ、結構静かにつけますね。うわ、火力強そうですね、音が。さあ、対抗馬、スノーピーク。さあ、役者が、ゲートへ収まりました。2つとも落ち着いていますね。スタートしました。さあ、まずは先行、スノーピーク、どっちですか。こっちで、こっちなんですか。こっち、外。さあ先行は、スノーピークがやや前へ踊り出たか。その後ろ、でももうなんか外の方もやもやしてんで、水も。ですか。おお、相当やな。相当だけに。今何分？今はまだ10秒。あ、まだ。もうでもすでにこっちは何かしら変化が起きてますね。ふつふつしてる。徐々に水が沸点へ近づいてますね。こっちの方がなんかええもん使ってんちゃう。ガスボンベちょっとガスちゃうんちゃう。なんか両方コンロを使ってんね。コンロを使ってんすか。スーパーでよく見やすい。ちょっとこっちの方が火力弱いんちゃう。こっちの方がちょっと塩入れて。あ、こっち塩入れて。あ、もう沸騰し始めてる。この辺、真ん中の方沸騰じゃない。あ、でもこっちもこっちも。あ、炎症やな。わー、炎症やな。あ、こっちは全体的になんか泡が出てきて、こっちは一点集中ですね、やっぱり。あー、うまい。さあ、どっち？沸騰はどの基準でなるんですか。もう、ぐつぐつ。ゴボ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 。あ、こっちが湯気上がった。あ、こっちは煙がすごい。さあ、第4コーナー曲がって。もう第4コーナー曲がって。あ、こっち煙上がり始めた。おお、あ、泡の大きさも違ってきた。もう来るぞ、もう来るぞ。くるくるくる。今まで1分30秒。1分30秒今まで。1分30秒。いや、多分こっちの方が早いんちゃん。おお、なんか、おそらく髪の毛入るぞ。卵みたい、卵みたい。おお、すごいすごいすごい。もうでも、もう来る。今まで1分54秒。こんな実験するってなんか小学生以来だ。小学生でもしたことない。あー、スノーピークの方がちょっと外ムチ入れなきついぞこれ。うわ、お、スノーピークが来てるな。ブクブクしてる。まで2分。え、もう2分でこんなに火力やっぱ強いな、うん、すごいな。来るぞ来るぞ。
くぞ。多分今87度ぐらいじゃないですかね。触ってみて。え、これですか。熱っ。何度やった。いや、まだまだですね。多分まだ78とかそんなんです。こっちは何度。こっちはまだあまだ多分60度ぐらいです。あ、でもこっちも。もう結構さ、開き出したな。ほんまですね、うん。いや、こっちにかけといてよかった。え、かけとったん。かけてましたよ。マジで。はい。聞いてない。こっちに鍋タンかけてました、僕。鍋タンかけてました。鍋レンと鍋タンです。2個しかないやん。はい。あ、もう、あー、出てきましたね。来たな、来たな。もう、こんだけの差開いてた。これどうでしょうか、これ。もう3分20? 3分、本当だ。決着したんじゃ、決着がついたんじゃないでしょうか。でも結構やり勝負してますね、こっちも結構来てて、うん。あー、スノーピークがだいぶポコポコしてきてる。これ多分まだ80度ぐらいですよ。いや、89度ですね。起きてんな、もう。でも、うん、ちょっと触ってみますか。触ってみよう。こっちも来てます。熱っ。あ、ごめん、映してなかった。ちゃんと撮れ。ごめん、背が映してた。向けて、もう一回。え、向けて。こっちでいいんじゃん、うん、こっち。でも、こっち、まあ、熱ないもんね。ちゃんと撮ってや、うんうんうん、あー、熱っ。あー、背中で振ってたからアホおー、言ってる間に。もう、スノーピークが。うわー、これもう。すげえ、すげえ。何秒、何秒今。今4分半です。4分。あー、これ4分半ですね。こっちも止めて、こちらギャーとどれぐらいくらいやりますか。4分半ですね。4分半で決着。ラップ4分半、うん。あ、レコード出た。レコード出ましたね。やっぱ強いですね、火力。あ、まあ、これだけのボディしてるからな。そうですね、うん。こっちはどんなもんですかね。外はもう、あれやな、やっぱりちょっとコンパクトで。あー、ソロキャン向けというか、もう一人用の量を。だけど、まあ、引けを取らへんというか、はい、あとは何秒で、はい、うん。あ、でも結構来てます、来てます、うん、来てます、来てます。え、これ沸騰した後のお湯はマスが全部飲むんですよね。アホが。そうですよね。ですよね。え、かぶるでもいいけど。いや、もうニュースなんですよ、それ。ニュースなるから。なんかあったな、なんかあったな、鍋に、はい、顔突っ込んで、なんか飲み会かなんかで。絶対すんない。はい。そんなあかんで。やめて。絶対にやめとけよ。やめて、やめます。怖い会社やな。あ、これはもうちょっとですかね。多分、今多分95とかちゃうかな。100なったらやっぱ湧き出すから。ああ。多分そんな思いとか。あった。あった。映りました自分で。あっつ。どんだけみたいになってんねん。どんだけ。もう今多分98ぐらいですね。もうこれいいぐらいじゃないですか。うん、99、今99。え、めっちゃ熱い、触ったら。まあまあ、一瞬だけやったら大丈夫ですけどね。熱い。大事ですか。やっぱ熱いんですか。あ、沸騰してきた。あ、もう OK です。はい、何秒。これ、6分半。あ、2分。あ、2分の差。2分の差。結構大きいですね。うん、これで止めますか。止めようか。良い子は真似しないでねって入れとかなあかん。はい。ということで。はい。まあ、沸騰対決。はい、うん。キャンプブランドの2強が揃ってんけど。はい。スノーピークと、外。あ、はい。まあ、結果は、スノーピークの方が4分30秒、はい、で外は6分30秒でした。あ、2分って結構の差つきましたね、うん。まあまあ、でもこっちがそんなにコンパクトで、まあ、6分半で沸騰するって早いのは早いですよね。そうやな、やっぱりそれなりにどっちも火力はあるっていう、はい、うん、感じやったな。いや、楽しかったです。こういうのもいいんちゃう、たまには。はい、うん。
今度はマッスーと俺で 50m 走とかそういう検証動画撮ったわね。はい、あの川を 50m 泳いでみた。結構な対決になりそうですね。まあ今回はちょっとどのコンロを買おうかなっていう悩んでる人が、はい、うん、ちょっとでも参考になったらなっていう動画、はい、あ、そういうことです。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。